よし、はい、おはようございます。おはようございます。ルアー合衆国プラスをご覧の皆様、おはようございます。本日はですね、諸崎、知多半島の先端からですね、今日はラッシュさん、今日も平場をメインに、まあ、メインというか、平場で頑張っていきたいと思います。もうね、秋のもみじ台、いいシーズンに入ってるね。だいぶ涼しくなりましたね。だいぶ涼しくなってきたんで、まあ、今日もね、楽しい釣りをお見せできればなと思っております。よろしくお願いします。やっぱちょっとは俺を裏切んないね。なんかタイプがなくなってきた。よっしゃ、いいえ、いやタイじゃない、ひらめ、うぇ、はい、どうも。15メーターからね。いいね、鳥。ジグしたくなっちゃうね。ジグしたくなっちゃうね。でもその青物とかサワラがいるんだったら平場にも当たるからね。うわ、サタ。終わった。そう。トン。この辺ちっちゃいのが多いんだよ。めっちゃ当たっとるやん。めっちゃ当たる。マジで乗る気配がしない。一番ちっちゃいタイ釣った人勝ちゲームしようよ。ちっちゃいやつなんかかけるの難しい。むずいよ。多分15センチ切るのって75釣りより難しいだろ。いいね、マサ、そのトロ巻き。いいよ、1日釣りやって。そのトロ巻き、もう一日やって、それ潮止まりが8時半とか、まあ満潮がそんな時間になるんで、まあその前後、までになんとかしときたい。当たるけど乗んないですね。迎え入れるときはよく当たるですね。払い出すと全然当たんないんですけど、なんかちょっと上で違和感を感じることが多いんだよね。ここ当たってるのでも下からゴマ切れない。あ、そう。でこの辺の船はだいたい青物するときは、まあ、あっちがイラコ水道なんですけど、まあ、イラコ水道の方まで出ることも多いんだけど、今タチウオとかあっちが、まあ、こっちもよく釣れてるらしいんだけど、でなんかまあそのね、船によっては1日の中でタイラバとジグとタチウオと全部混ぜてやる、まあ、潮の合わせてあるんだけど、まあ、このラッシュさんに関してはもうほぼ1日タイラバっていうのがまあ基本だから、まあ、本当タイラバをね専門にしたい人は。タモリでしょ。お、お、青物。おー、ナイス、おめでとうございます。ナイス、ナイス。お、お、大丈夫、大丈夫。ああ、大丈夫。今めっちゃ上の方でしたよ。そう、回収しようと思ったら当たりました。上げてください。うん、参ったな。参った。これ、コミと引きどっちがいいと、引き潮と、あの、今だったら、要潮が潮も高いと思うと、今日、高いところの方が若干あるんですよ。あ、じゃあ今からだね。はい、おー、大丈夫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 、大ちゃん、なんかなんか、タイ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 か、おるかこれまだ。タイだ。タイや。また来たの？いいな。すごいよね。マジで。ちょっと先生。
タイだ。タイ。あ、なんか丸っこしとうね、めちゃくちゃ。赤か。おおおお、いた。これはタイだよ。これはタイだよ。これはタイだよ。これはタイだけど、もう一気に巻いてしまえ。一気に巻いてしまえ。よっしゃー。タイですからね、紛れもなくね。タイですよ、これが。ね。やりました、目玉 45g。ね、ちょっと、刺さりどころ良くなかったんでね。はい、ちょっとね、こういうナイスティーが。ナイスティーが、刺したよ。イエイ。シャー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 、俺が今んとこ優勝。一歩リードですね。俺が優勝、今んとこ。はぁ、嬉しい。タイ坊主を免れましたもんね。いや免れたね。やっぱ貴様は俺を裏切んないね。おお、タイちゃうんすか、それ。でかいんちゃう。いや、タイかもわからんよ。走らんやん、青森みたいな。タイやん、タイやん、タイ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 。やっぱ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 やった。ナイスナイスナイス、いいサイズですね。やっぱ赤黒ね。やっぱ赤黒か、俺一番好きだからな。ナイスすぎんな。いいじゃん、イエーでも涙玉に食ったってことはもう美波動の方がいいんかもね。うん、ああ、ちょっと今日は強、前回は強波動パターンだったじゃない。ああ、今日はちょっと違うのかもわかんないね。今日はね、でも本当ちょっとあんまり良くないね。今年結構もうこの船5、6回乗ってんだけど、もうね、よく釣れんだけどね。なんか来たよ。なんだなんだ。よっしゃよっしゃ。ジグにね、変えてんだよね。ジグ、タチウオっぽい気がすんだけど、なんだこれ。タイじゃないですか。タイか。おタイだ。タイだタイだ。やりました。ね、こう。で、こうタイはどう猛だね。こうね、ジグと本当同じぐらいの大きさなんだけど、しっかり。食ってくれましたよ。これラジグするじゃん、スリム 60g。 嬉しい。ちょっとね、あの今当て塩なんで、ちょっと引いてくるときに戻って船が前に進むからね、ちょっと早く巻くときのアクションでね、早く巻こうと思ってジグにしたら、ちょっと痛そうです。バイバイ。 OK ね、もうほんとスーパーライトね。まあ、ジギングって名前がつくからね、本当にちょっと難しいとかって思う人はいるかもしれない。もう本当何もしなくていいから、もう本当巻いてたまに止める、もう本当こんなもんで釣れるんでね。やっぱ平場やっててたまにこっちやると全然違う魚に当たってきたり、まあよくねタイも当たるんでね。その平場の時はね、まあまあ船によっては絶対平場じゃなきゃダメとかあるけど、可能であればぜひね、ちょっと持っておくと楽しめるんじゃないかなと思いますね。さあ、これでもう大ちゃんに大プレッシャーが。いや、もう僕は今日気にしないです。なんで？え？なんで？とりあえず絵になってるでしょ、もう。いや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 、なってないでしょうよ。なんか今日は無理な気がしてきた。 なってないでしょうよ、まだ。だってなぜなら淵上大輔がタイ釣ってないんだもん。ああ、なんなん、針ついとんか俺。マジで。タチウオ。あ、やべ、タチウオや。
やられた。やられた。立ちよ。まさ何？あ、なくなってないわ。あるわ。あ、タチウオだ。ナイスナイス。あ、タチウオや。あ、タチウオだ。みんなタチウオ。俺もネクタイ切られてたから多分タチウオだね。同じこと考えてるよ。ジグにしたら食わんっていうね。ねえ。腹立つよな。大体こんなもんなんだから。あ、釣れてるタチウオ。タイラバンのが釣れ。なんでタイラバンに釣れるん？あ、まだおるわ。おるおる。なんかこれタチウオか。タチウオ。あ、違う。ガシやガシやった。なんでよ。さて、もうよく分かりません。ガシね、ダメダメ。タングして。いえ、もうなんかね、なんか知らんけど、もうこれで釣りたいから、これで釣りますんで。おお、おお、いたいたいた。ちょっと。あ、これガッシーなんか、この強いあたり、さっきと一緒や。この強いあたりガッシーなんだわ。あ、タッチ。いや、全然違うし。もう、大嘘つきだね、俺ね。さっきから逆のことばっかり。本当、大嘘つきもひどいね。おお、マラス取る。やっぱ地元のエースはすごい。おー、大丈夫大丈夫大丈夫。それタイっぽくないか。え、なんかタイっぽくなくなってきた。タイじゃない、ヒラメ。マジ？ナイスじゃん。でかいっすね。いや、ナイス。大丈夫、ナイス。これ美味しそうですね。いやいや、ヒラメはもう平場において最高の下道だからね。目玉の 80g ですね。ちょっと太身カーリーをちょっと縁を切ってちょっと細身にしました。坊主逃れ。坊主逃れどころか。最高じゃん。はい、すいませんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんだろうね、合わせきれない一日と。当たるけど乗らない、じゃあ弱い波動にしようか、いろいろやったんですけどね、まあ、ちょっとサイズがねちっちゃかったんで、まあその針のセッティングとかどっちかというとそっちの方がね大きかったのかなと思います。まあこれ放送の11月の下旬ぐらいだと思うんだけど、まあその頃になればね、また餌がね今日ちょっとすごいちっちゃかったんだけど、まあそれも変わってきて食いもすごいしっかり食ってくると思うんで、まあそうなった時はね、また強波動、まあ目玉、太身じかわり、まあ場合によってはドデカーリーぐらいでもね、まあいいゲームが展開できるかなと思います。まあ大物もね、めっちゃいい時期だよね、その時期はね。そうですね。ちょっとまあ今回我々は悔しかったんですが、まあ大ちゃんのね、ナイスヒラメ。ヒラメ、美味しそうでしたね。はい、まあ本当ダイラバはね、こういった下道もいろいろ楽しめるゲームなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。今日はラッシュさん、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。